5月場所15日間、タグノーラ部屋の応援本当にありがとうございました。今場所限りで引退した明石富士もありまして、本当に現役中はファンの皆さんに大変お世話になりました。部屋一丸となってですね、講演会の皆さん、そしてタグノーラ部屋のファンの皆様に恩返しできますよう頑張ってまいりますので、今後とも応援のほどよろしくお願いいたします。